ということでカモンマテリアル、はい、はい、マテリアルの坂部五郎です。カモイのヒロです。今年もよろしくお願いします。はい、新年明けましたよ。明けましたね。はい、これ今日はもう例の3年でございますね。はい、はい、1月2日でございます。はい、去年はね、いろいろと大変な年でしたが、1月2日といえばですね、はい、まあ、日本人はこう書き初めというわけでね、はいはい、まあなんか、やったりとかするわけなんですけども、ね、うん、まあ、ちょっとね、筆はないんで、はい、ちょっと僕たちもですね、書き初めではないですが、はい、はい、今年の、一時というと、はい、清水寺は年末にやるんですけど、そうですね、僕らは年初にやりたいなということで、はい、はい、なんか音はしましたけど気にしないでくださいね。はい、やりたいと思います。で、じゃあちょっと私の方からね、はい、ちょっといらっしゃいですね。はい、はい、これでございます。はい、作と、はい、はい、もうね、要するにまあいろいろありましたけど、はい、それがこうぐっとこう何ですか、僕らの力になってなんか花が咲いてくれて嬉しいなということで、作、うん、と作ね、はい、作、という、はい、今年はなんか咲かせたいなということで作というふうにした、はい、いたしました。はい、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 おい、お、天、天、うん、天です。はい、はい、そうですね、もうすっかりといい方向に、はい、転じると、ね、はい、そうですね、はい、まあコロナとも言いますけど、はい、もう災い転じてると、はいはい、そういうことですね、はい、そうです、はい、もうすべていい方向に転ぶという感じで、はい、天ですね、天ですね、はい、はい、もう起承転結の天はクライマックスですからね、はい、今年はそういう年に、ね、なってくれればいいなと、はい、もう自分でなりました ね、 それは ね、 ね、そうですよね、はい、はい、ということでですね、はい、毎回ね、本当はその、まあ、ありかなしかとかいろいろやってたんですけど、はいはいはい、今日はですね、はい、もうそういうことなんかいろいろ難しいこととか、はい、ややこしいこととかっていうのはもう全部置いといて、はい、正月一発目ですんで、みんなでゲームで楽しみたいと思います。楽しいですよ、はい、ね、マテリアルでね、はい、普段やゲーム大会とかやるじゃないですか、はいはい、ね、それをですね、すいません、今日は、皆さんに見といてもらおうと思います。でもまだね、うん、そのオセロしかやったことないんです。あ、そうなんですか。そうなんですよ。あ、今回で初めて。今回やるのは初めて、うん、あら、なかなか楽しそうじゃないですか、はい、ちょっとね、はい、これ面白いゲーム、はい、いや僕も知らないんですよ、はい、はい、ちょっと楽しんでいただければと思います。はい、はい、はい、了解です。これ面白いんでね、では、はい、そのゲームですね、はい、やってみたいと思います。はい、はい、始めます。はい、はい、ということで、今から、ブロックスというゲームをね、はい、やっていきたいと思うんですが、はい、ということで、あゆさんと高さんです。おめでとうございます。各自のコーナーでまた字のやつはやりますからね、はいはいはい、とりあえずゲームに集中したいと思います。顔見えないけどごめんね。はい、はい、じゃあ行きます。じゃんけん、はい、はい、どうでしょ。あいこでしょ。あいこでしょ。よし、じゃんけん、ほい、あーくそ。はい、はい、じゃあ行きます。はい、時計回りですんで、はい、こう坂部勝ちました。じゃあ僕から行きます。はい、はい、なんかでも俺気付いたら黄色やで、俺ね、カレーの黄色やで、キレンジャーですって。赤レンジャー、赤レンジャーです。赤レンジャー、はい、おー、なるほど、そういう感じ、うん、じゃあちょっと攻めていっちゃうよ、やだ、お前俺攻めちゃうよ。はい、あ、見えてる見えてる、お、結構結構面白い。あ、人と重なってもダメなの。いや、ダメです。人はいいんです。自分だけが、はい、人の中に入っていくのは OK です。見えますか。行きました、行きました。あ、なるほどね、そういう感じか。来てるよ来てるよ来てるよ。
おお、なるほど、なるほど、なるほど、オッケーオッケー。ほんだら、こうしたら止めれるよ。これもオッケーね。こうすると止められるんだね。止められますね。はいはい、これ以上は無理やな、どっちも無理やな。いいよ、止められたら、そうやね、これ結構危ないね、この止めかけられ方危ないね。あー、わかった、わかった、こうや、オッケーや、綺麗、ほら、来た来た来た、収まってる、あーれ、オッケー、怖さね、怖いね、怖いね、あ、痛い、くそっ、いや、だー、痛い、ちょっと、うわー、おー、普通そう、じゃあこういきますね。はい、はい、ですね。そうですね。え、置いた、行きました。あ、わかりました。うりゃよっしゃ、潰したった。でもあるの、あ、くそ。ああ、無理無理、重ねてるから、こういう感じなのかな。楽しい楽しいです。楽しんでますよ。楽しいです。正月から楽しんでます。しんどいから、ね、うん、でもまあ意見ごとも、こんなんもあるね、こんなんもあるね、そうなんですよ。え、1個なんて、あ、お前使うところに、すごい、使うところ、おもろい、それがいいか悪いかね、そうです、そうです、良さそうですよね。と、それね、どうしたの、そうですね、やばいですね。俺まだな、こういう技あるね、うん、この辺がいけるんだ。大丈夫ですか、1個の方からね、うん、はい、あえて添えてませんが、うん、おー、うまいね、うまいね、なるほどな、そこに置こうと思ったそこに置こうと思ったのに、あー、やばいね、じゃあここで、あ、そこで、まあ、そこ、やばい。よく人の方が分かりますよね。そこは自分ので精一杯なのに。ちょっと待って、それは置けるけど、次が。なるほど、なるほど。面白い、面白い。面白い、面白い。面白いよ、これ。ね、結構おもろいよ。一回分かるとね、あれですね、面白い。今、監督は誰も全然なんか知らんと。初めてやるから、ね、初めてやるからね。その割にを検討してる人。やってはる。え、いける、それはいける。それはいける。いける。うん、うん、そこまで。いけるよ。はい。で、俺はこれ。綺麗よね、綺麗よね。潰されてる。いやでもそこはどうせあれやもんね、はい、無理や無理や、こっち守ってますからね、守ってますからね、これも置けないんで、これも置けないんで、これ多分ね、高野さん積んでるよ、これ積んでる、積んでる、あ、いけるか、あ、1個いける、1個いける、いけますよ、1個いける、いやいや、いやでもこれをしたの、ここにね、だってこっち入ってこられる、僕はここに、おー、なるほど、あ、
すごい、そういう攻め方あんねや。そういう攻め方あんねや。なるほどね。重なるのはダメだよね。はい、重ねなかったらダメだね。なるほどね。そんな攻め方あんねや。ちょっと待って、すり抜けていく。ああ、そう、あおもろいな、それ。おお、俺なんかやりたい、それ。やりたいができへん。どうしようか。この順番をこの順番でどうするか。どんな人を、あ、落ちてたろう。これを、これに。次悩んじゃう。あ、これな、これな、攻めへんかったら多分やられんの。攻めへんかったらやられんの。これも、これも、うん、あ、あ、いけた。あらま。あらま、そこに行こうかな。そう、そう、そう、来るやろな、思ってたから。あ、ないです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 。ないです、ないです、これも来てないです。え？なんで？なんで？え？行くの？あ、受けるね。一箇所だけあるね。一箇所だけあるね。で、次は？あ、次来たんや。さっき知らん。ね、それが知らんから。ですね。あ、でもこれが詰まんじゃん。おお、やるな。バカにしました。さすがですね。やるね。ちょっと。いやだって俺もう置く場所ないからさ。なんかそういうあれもあんのよね。なるほどね。形で。うん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 。面白い面白い。これはそうやね。面白いですよ。楽しんでます。ここにこういう。はいはいはい。はいはい。おお、すごいな。そうか、一応さっき。まだ延命してるもんな。
して俺はね逃げ場がまだあるから。へえ、あ、そうか。自分の格好いくの。やるな。もうこれで終わりかな。終わりって言いながら料理できるね。結構言いましたね。全然隙間が、隙間があった。どっちを隙間が強いかな。もうない。あった。ありました。あった。なあ。やった。まだいける。あ、すごい。すごいな。面白いな。見てる方が面白い。もうないっすね。やる多分ないっすね。もうないっすね。すねすねああ。でも結構減った。多少か。多少か。これしかないよね。この長いのがここに来まーす。ああ、こんなとこからそうです。ここから今こう進んで。うわ、やられた。ここにこの2があったらいけないよな。2が1だったらいけないよな。はい、はいです。私全員消しできます。うわー、マジか。はい、うん、はい、はい、全消し。うわー、すごい。はい、はい、ということで、あゆさんにやられました。負けました。全然分かってません。全然意味が分かってない。いや、これ結構面白いね。おもろいでしょ。おもろい、おもろい、おもろい。おもろい、おもろい。別にこれで、ね、あの殴り合い起こりそうにないね、これね。綺麗ですね。面白い、面白い。色が綺麗。はい、あ、ちょっと意味分かってない。まあ、こんな感じの。はい、ということで、もうやめ。ということで、今日のチャンピオンは、今日のチャンピオンはあゆさんでした。ルール分かってない。はい、ということで終わりまーす。はい、ということで、はい、あゆさんのコーナーでございます。はい、明けましておめでとうございます。ございます。はい、ということで、あゆさんの、はい、今年の一時は、一時はこちらです。はい、頼る、頼られる存在、頼られる存在になりたくて。びっくりした、俺。年明け冒頭から私頼りますって。一人頼んのかよ。俺ちょっとドキドキした。頼られる存在になるために今年でもください。今年はまだもらってるからお願いします。まあ、でも、今日勝利したからね。勝利という脅しも、はい、はい、ということで、はい、はい、今日もね、頼られる存在になりたいと思ってます、はい、はい、手を出せていただきますので、よろしくお願いします。頑張ります。はい、はい、ということで、はい、ブロックスの優勝者のあゆさんでした。はい、お店のことは、ね、あ、なんだろう、はい、はい、どうぞ。4日からの営業となっております。4日からですよ、はい、4日からです、月曜日ということで、はい、チームラッシュでございます、はい、また年明け一発目から、はい、一発目から走りたいと思っておりますので、はい、ぜひぜひ、もうまさにもう、はい、マテリアルの気持ちですよね、はい、もう今年は走るぞっていうね、はい、走り始めということで、4日に、はい、はい、ぜひぜひお越しください、はい、お待ちしております。あとね、はい、あのイベントの情報についても、はい、ホームページの方をご覧ください、はい、ちょっとね今そうですね、はい、決めれないので、はい、見てくださ い, ださい、お願いいたします。はい、じゃあ私はこれで、はい、高橋さんのご覧いきたいと思います。はい、はい、じゃあさよなら高橋さん。はい、改めましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。シネマ2のコーナーでございますが、はい、まあね、ゲームのことは
別に専門じゃないんで、はいはい、ビリでいいんですよ、はいはい、なんでいきなりそんなんもうね、年明けから映画のことなんかやっぱりね、綺麗ですね、はい、綺麗ですね、はいはい、この小池さんも映像で見てほしいですけどね、はい、はい、文字を出そうが、そうですね、はい、まず最初に、はい、今年の、はい、知事は一文字だ、はい、お続く、おこれはあのいいことが続くね、うん、悪いことなしにね、うんうんうん、あのまあ、悪いこと終わっていいこと、はい、この番組も去年からやらさせていただいてますし、はい、映像ラジオの方もね、うん、冠番組去年からやってますし、そうですね、でいろんなことが、まあ、昨年は順調だったので、うん、その順調さが今年も続けばいいかなと思って、はい、どう選ばせていただきましたので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でね、今日はお正月ということなんで、私たちの正月といえば、はい、やはりそうですよ、ねね、今はちょっといや令和になったからどうなのかなと思いますけど、はい、映画界ね、お正月といえば、そうですよ、まあ、お正月映画の決定版ですよね。ゴジラもありましたけど、はいはい、やはり、トラさん、男はつらいよということで、ちょっとご紹介したいなと思います。はいはい、これはおかりとらさんということでね、2019年の12月に、はい、去年ですね、そうですね、1年前去年一昨年か、はい、なりますね、はい、なんて男は出題をシリーズの50周年記念の50作目ですね、とりあえず、はい、あのちょっと変形版が間に入ってるんですけど、はい、一応50作目と言われてることでございます、はい、前作49作目男はつらいよトラジロハイビスカスの花特別編から22年ぶりです、うん、まあね、皆さんお亡くなりになってたからしょうがないんですよね。あの一応まあそのか、3つですね、もう一本が中心になって、はい、話が進んでいって、はい、その中で、寅さんとラジオを思い出すっていう感じで、旧作のシーンとかも後半戦入ってます、はい、きっとの、3つの恋愛もとして5組がね、後藤久美子さんが出た作品が何本かありまして、はいはい、ね42、43、44が後藤久美子さんと、はい、その、三津吉岡さん演じる三津さんの恋愛もだったという、はい、まあ、その子どうなったのかというのが、うん、これで再会するということですね。で、リリー、浅岡瑠璃子さん演じたリリーが、はい、まあ、その49作にも出てましたけど、今回で4回目なの、あ、5回目なんですね、うん、で結局、トラさんと、はい、トラさんが本当に愛した女の人はリリーやって言われてたのが、うん、これでちょっと謎が解けるっていうね、はい、あの確実はないんですけど、まあ、そういう、はいはいはい、実はまたこれね、あの実はっていうのが、はいはい、本当は過去の作品で言ってたこともあるし、はいはい、まあ、言ってない作品もあるっていうことで、はい、はい、ぜひともあの皆さんね、お正月なんて見てほしいと思いますがね、はい、一応ね、あのね、ちょうどね、この正月のですね、トラさんの旧作がですね、うん、昨日1月1日から深海三三劇場の方では、うん、第5作目、はい、男はつらいよ望郷編ですかね、はい、をやっておりますね、はい、で今日昨日1月1日からこの神戸のパラシネマ新公演の方では、はい、第6作目と第7作目、うん、2本立てで、うん、純情編と奮闘編やっておりますので、ね、はい、永山愛子さんとか坂上さんですね、はい、坂上ルビさんもね、ねえ、なんか若いイメージがあるので、ね、その辺なんですね、はい、あのちょうどね、ありますね、見ていただきたいと思います、はい、まあ、DVD でもいろいろ出てますからね、やはり正月一本、年明けはトラさん見てほしいなと思います、はい、まあ、前ね、トラさんのパンフレットで、それとね、はい、あのね、男はつらいよ、トラジロカモメ歌ってね、はい、あの伊藤蘭さんがね、うん、出た作品です、はいはい、これと一応同時上映の、作品があったんですけど、うん、それには田中良子さんが出てたっていう、我々元キャンディーズ2人が、はいはい、別の作品を出て同時上映だったっていう、その時の作品でございます。イラストまた可愛いです。そうです、唯一ね、男がつらいよのバンネットもこれだけなんです。ああ、そうか、なぜか、はい、はい、そんなに見てなかったから反省しております、はい、そしてもう一本はですね、はい、まあ正直今日ね、お正月正直バインなんで正直お願いします、はい、釣りバッカ日誌20、はい、ファイナルということです、はい、これは史上的には22本目なんですけどもね、うん、まあこの時リストラとかがちょっと流行った時で、うん、ハマスーさん、うん、スーさんもそういう波に乗ってしまうということ で、はい、でちょっと最後ぐらいになるので旅行に出かけようかというようなのがベースで話があったんですけど、うんうん、まあ、急にこれ、まあ、出演者の方もいろんな会話の都合もあったんですけど、はい、なんか急にファイナルになって後半戦なんかクライマックスになるとか、ね、なんか宴会場がそのままなんかファイナルになって、ちょっと途中からうん、何かあったんかなという、うん、何かあったんですか、ね、はい、でもこういう作品がその後に谷啓さんが、ね、はい、亡くなりはったんで、はい、その子も理由、あの
ね、理由があるのかなと思いながら、まあ、まあね、見てみるのもあれですね、この後に、ね、何年か後にもう亡くなりになったので、はい、はい、そういう感じで、はい、もしよければこれ最後なんで見ていただきたい、そしてあれですからね、はい、このシリーズはあのなんとあのあれですからね、このスーさんをやってた西田さんが、はい、次のシリーズでは社長になってます、ああ、なるほどね、なるほどね、そうなのね、見ていただきたい、で釣りバカレシピもあんまりパーセント持てなくて、うん、はいはい、この14だけなったか四国行った時のですね、はい、持ってるということでございますので、はい、釣りバカレシピも DVD 出てますからね、はい、見ていただきたい、トラさんか釣りバカレシピ、お正月なんでね、そうですね、ぜひとも、はいはい、あの日本の正月を感じ取ってください、はい、はい、はいはい、ということで、片川さんのコーナーでした、ありがとうございました、はい、ということでエンディングでございます、はい、年明け一発目のエンディングでございます、そうですね、はい、はい、もうね、とにかく去年はね、なんかいろいろあったっていうのはあるんですけども、はい、はい、もう、年明け一発目ですからね、今日は引きずらずに、楽しいところだけをちょっとね、はい、お届けしてみたという感じなんですけども、じゃあなんかせっかくなんで、ね、一人ずつ今年の抱負言いますか、なんかどうしたいのか、じゃあ、あゆさんから振ったった、はい、はい、頑張ります。今してたあのお坂部さんの方がカクッと落ちてる。なんか自分のなんか目標をきっちりとね、うん、達成できるように、うん、はい、うん、走っていきたいなと思っております。はい、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 じゃあ高さんは、はい、そうですね、正確にね、あのマテリアルをお世話になってるので、ね、今年はマテリアルで。なんか高橋印のねイベントやりたいですね、なんかねやりたいですね、マテリアルイコール、はい、はい、できたらいいかなと思いますんで、はい、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、どんな感じでございましょうか、はい、まあ去年からですけど、ね、うん、あのいろいろやってきたじゃないですか、うんうんうん、でまあまあ先ほど高橋さんの継続の続、はい、はい、でまた頼られるっていうはい、まあそれを合わせようかなと思ったんですけど、なかなか合わせられないなかなかね合わせられないんですけども、あの、まあ、継続してきたことがあるんですよね、そうですね、でそれの結果がまあ今年出せるかなっていう感じになるので、うん、まあ、そっちのいい方向にも、うん、そして咲くっていうね、はい、そして頼られるみたいな、はいはい、になるかな、はい、もう今年に結果が出てくるかな、ね、そうですね、いや本当にだからあのまあ皆さんそうだと思うんですよ、あのもう我慢の時とか、はい、あのぐーっとこうなんか内にねこう込めたものをすごい溜めたはる人たちが世の中にたくさんいると思うんですけど、はい、それを今年こそはね、こう解放して、そうですね、はい、でこう咲くっていうところにみんなで持っていけたらなっていうふうに思いますの で、はい、でその意味でもこのマテリアルにね、はい、どんどんそのたくさんの人に来ていただいて、はい、プレゼンをどんどんしていただいて ね、 そうですね、自分の何かを実現していくみたいな場所になっていけばいいなと、はい、もうカモンマテリアルはもう今年も、皆さんのご来店をお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、はい、新年一発目終わりました、どうもありがとうございました、また来週、